どのモードで遊ぶ？バトルしてゲット。コースを選んでね。パワーアップだ、ジガルデコース。道具チャンス、ガオーレメダルを道具と交換できるぞ。ガオーレメダル。この後のバトルで攻撃ゲージが速くなるぞ。ヤキイモ、野生のポケモンだ。バトルして捕まえよう。君のポケモンを出そう。ガボタンで決定。いけ、ジガルデ。ソッキー、コンボボーナス。ガオレパスボーナス。さらにスペシャル防御ボーナス。さらにさらに防御ボーナス。気合アップ。さらに気合グーンとアップ。そして技の速さアップ。バトルスタート。ボールレバーで応援するポケモンを選ぼう。ボタンを押しなくて。相手を引き離せ。味方の攻撃、攻撃ルーレット。赤い数字、攻撃アップ。ボタンを連打。急所に当たった。ボールレバーで応援するポケモンを選ぼう。ボタンを押しまくって。攻撃されそう。相手の攻撃、防御ルーレット。黄色いマークを。味方の攻撃、攻撃ルーレット。赤い数字を。攻撃アップ。ストップ。ハンターハロー。やった、ゲットチャンス。ボールレバーで応援するポケモンを選ぼう。ボタンを押しまくってポケモンを応援だ。相手の攻撃、防御ルーレット。赤いマップ、防御グーンとアップ。気をつけろ。しまった。味方の攻撃、攻撃ルーレット。赤い数字、攻撃アップ。いけ、モノダル。効果を発電。やった、ゲットチャンス。今だ、ボールを投げよう。ゲットタイム。ガオレパスボーナス。ボールレバーを倒せ。やった、スーパーボールだ。すごい、2体同時に捕まえたぞ。100円を入れるとポケモンを連れて帰れるよ。レバーで選んでボタンで決定。交換チャンス。あなたが持ってないポケモンありますよ。交換しませんか。レバーで選んでボタンで決定。ポケモン交換。交換成功。ポケモンを可愛がってあげてね。おたけびをあげてポケモンを呼び出そう。ディスクゲットボーナス。気合を込めておたけびだ。雷レベルだ。周りのポケモンが雄たけびを聞きつけた。もしやジガルデ。
取り出そう。100円を入れるとバトルを続けられるよ。2回目のバトル、連続バトルボーナス、1枚多く使えるようになったぞ。 HP 回復、バトルスタート。ボールレバーで応援するポケモンを選ぼう。ボタンを押しまくって逃げきれ。味方の攻撃、攻撃ルーレット、赤い数字を攻撃運動アップ。これでどうだ。ボールレバーで応援するポケモンを選ぼう。ボタンを押しまくって相手を追いかけ、味方の攻撃、攻撃ルーレット、赤い数字を攻撃アップ。相手の攻撃、防御ルーレット、赤いマーク。動かしまくれ。こっちの返り討ちだ。サーナイト、マジカルスタッフ、効果を発電。やった、ゲットチャンス。ボールレバーで応援するポケモンを選ぼう。ボタンを押しまくって相手を引き離せ。味方の攻撃、メガ進化チャンス。タイミングを合わせてボタンを押せ。大成功、メガ進化、攻撃ルーレット、虹色のスープ、攻撃空洞アップ、メガスターナイト、マジカルスタイル、効果を発電。やった、ゲットチャンス、今だ。ボールを投げよう、ゲットタイム。ガオレパスボーナス、ボールレバーを倒せ。やった、スーパーボールだ。何かを落としていったぞ。おたけびを上げてポケモンを呼び出そう。お見事、ひっくり返りレベルだ。周りのポケモンがおたけびを聞きつけた。これはジガルデ、100円を入れるとバトルを続けられるよ。ファイナルバトル、連続バトルボーナス、1枚多く使えるようになったぞ。 HP 回復、バトルスタート。ボールレバーで応援するポケモンを選ぼう。ボタンを押しまくって逃げ切れ。味方の攻撃、攻撃ルーレット、虹色のスープ、攻撃アップ、メガスターナイト、マジカルスタイル、
で応援するポケモンを選ぼう。ボタンを押しまくって相手に追いつけ。相手の攻撃防御ルーレット。赤いの画面に合わせてボールレバーとボタンを入力。全力ポーズを決めてゼットパワーをためろ。ボーナス！アルティメットドラゴンだ！効果を発電！やった！ゲットチャンス！今だ！ボールを投げよう！ゲットタイム！ガオレパスボーナス！ボールレバーを倒せ！やった！スーパーボールだ！何かを落としていったぞ。お疲れ様。ポケモンセンターに戻ろう。いいバトルだったね。よかったらこれ受け取ってよ。結果発表。今回のバトルスコアが出たぞ。君が手に入れたのはこれだ。